単刀直入に言うと、縦のピクセルを400以上にしてください。皆さんこんにちは、バーチャルタンバリニストのヒヨーです。みんな元気かな？ Hi there, this is Hyo, a virtual tambourine player. How is it going? はい、今回は配信でコメントを画面に映しているけどうまく流れなくて下の方のコメントが切れてしまう問題の解決方法をご紹介したいと思います。自分の配信や他の方の配信でコメントの流れ方にラグがあったりしたことはないでしょうか？私はあります。なんかコメントずれてんね。俺そういうの許せないタイプだから、ワンリキーなんで。この直し方なのですが、単刀直入に言うと、縦のピクセルを400以上にしてください。これだけじゃ不親切なので詳しく説明していきますね。 OBS のブラウザソースにコメントの URL を貼って、カスタム CSS で背景の透過などを設定している方が多いと思います。この際に縦横の長さを設定できるのですが、ここで縦の長さを400ピクセル以上に設定してください。理由は不明なのですが、300ピクセル以下に設定したところ、先ほどお話ししたラグが発生しました。100ピクセルずつ検証したので、もしかしたら390などでも大丈夫かもしれません。ゲーム実況などで下の方に横長でコメント表示される方にこの不具合が多く見られるのは、おそらくこれが主要な原因かと思われます。画面のレイアウトを変えたくない場合は、ゲーム画面の映像キャプチャなどのソースの下にコメントのブラウザソースを隠せば、しっかり流れつつレイアウトは大きく変わらないので試してみてください。非公開や限定公開で一度テストしてみると安心だと思います。質問などございましたら、コメントなどいただけましたら、できる範囲でご回答させていただきます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。またね、バイバイ。シャンシャン。